ますか。先生が 年下だということでショックを受けた。あれちょっと財務になんかこうね、触れてはいけないと思うんですね。あのそれで何年生まれとか言ったら、で一個年下だったことが気づいて、あ、2個。それからなんかね、言葉遣いが変わってなんか弟扱いです。なんか昔の先生もっと崇められてたって。